エーステイン・エルレンズソンは1161年から彼の死ぬ1188年にかけてニーダロスの大司教を務めた。インゲオの知性はノルウェーの内戦時代として知られる時期の始まりに位置づけられる。インゲオは彼の老いである方根に殺された。インゲオの支持者は王の候補者としてエーリングス・カッケとその息子マグノスの統率のもとに派生参じた。エリングス・カッケは シグール十字軍王の娘、クリスティンと結婚していた。王座が王の息子ではなかった人物に引き継がれたのは、これが初めてであった。ホーコンは1162年に打ちまかされた上に、殺害された。とはいえ、さらなる多い請求者が現れる、可能性が残っていた。この状況において、大司教であったエーステインとエーリングは当然のように協力者となった。教会は、 より、ヨーロッパの標準に基づいて、ノルウェー王国を刷新することを長い間望んでいた。とりわけ、教会は、数人で、共同統治する王を持つ慣習を集結させたかった。過去、この慣習によって、戦争と騒乱にしばしば至ったのである。その上、エーステイン大司教は、正当的な息子だけに継承資格を持って欲しかった。マグナスを講演することにより、 両方の目的が達成されるのである。1163年、大井継承に関わる新しい法律が導入された。その変法として、エースティン大司教はマグナス王を大井につかせた。大冠式がノルウェーで行われたのは、これが初めてであった。1176年に、スベレ・シュグルツソンがノルウェーに到着し、白樺の足という名の反乱集団を起こした。 彼らはエーリングとマグヌス王を倒したが、教会は有力者たちと共に、釈上段を起こして対抗した。滑れを破門したものの、エーステインは国を出ざるを得なくなった。エーステインは、ラテン語を使って、聖人伝の作品、パッショーラビを表したと考えられている。これは、その不況には特別な重要さが認められる、ノルウェーの聖、 オーラブの電気と業績について記録したものである。題名は、聖、オーラブの受難と奇跡を意味する、パッシオエミラキアラベアチオラウを省略した語形である。ありがとうございます。